アルピーヌちゃん。アル,ゃんアルピーヌは、あのまあ、あの金曜総括で言ったと思うんですけど、うん、あのロングランはね、もう全然早かったんで、逆にアル,アルファタウリがやべえよっていう話をしたと思うんですよ。うん、あこれですね、これ FP2 のロングラン見ると、アルピーヌ、早いんですよね。まあ、でも、あのロングラン、FP2 のロングランがそのまま出ることはあんまりないんで、うん、これ、確か、アロンソがミディアムでオコンがソフトだったかな。とにかくまあ FP2 のロングランは、まあ基本みんなフルタンクで走りますけど、もうん、ま思いっきりプッシュしてみてタイヤがどのぐらい垂れるかっていうのを見るっていう、それに対して、じゃあ本番ではこれぐらい抑えないとダメだねっていうのを見るために走るんで、うん、思いっきりプッシュしてる人と、まあある程度抑えて走ってる人で、またその差がついたりもするんですけど、だからこのまんまではちょっと読めなかったりするんですけど、うん、まあアルファ通りの落ち方は異常だったねっていうのもあるし、うんうん、今回タイヤ自体の垂れはないって言われてる中で、この 紺色の角田君のソフトの落ち方異常に大きかったんで、うん、これだとダメだよねっていう。で、まあ、これをじゃあどうするのっていうね。じゃあセッティング変えるのか、走り方変えるのかで、まあ当然みんな決勝までには修正してくるんですけど、決勝っていうかも予選までにね。うん、今回、もちろんそうしてるものと思ったら全然なってなかったんですよね、今回ね。蓋開けてみたら、やっぱりこのまま遅いままっていう。うん、で、RP のはこのまま早かったっていうね、普通に。 もちろん前に誰もいなかったんで、クリアラップで走ると当然タイヤはちゃんと持たせられるし、うん、自分たちの本来のペースで走れるしってことで、速かった。フトハードでワンストップができちゃったっていうところですよね。まあ、もちろん最初からワンストップで行くつもりっていうことで、とにかく左フロントを摩耗させないように、高速コーナーで押さえて走ってたし、まああの、遠赤とかもあまり使わないように走るっていうね。うん、で、まあそこはやっぱアロンソが上手いからそういうのができるわけで、 のが、あの、うまくいった結果だと思いますけど、まあ、うん、本当に、あの、スタートで前の方の人がいなくなってくれたし、スタートっていうか、あの、ペナルティでね、うん、で、ガスリーは自滅してくれたんで、予選で前行ったのはもちろん実力ですけど、その後、決勝は割と、こう、前がいなくなったっていう幸運に恵まれて、まあ、淡々と走れましたよね。で、うん、あの、アロンソが、あの、ペレスが後ろから追いついて,てきた時に、あの、 おこんに対してライオンみたいにディフェンスしろって,って伝えてくれって言ってましたけど、うん、あの場面だけじゃなくて、おこんは実はこのスタートの後、後ろのサインズとか、あの、まあ、角田君はそのうちいなくなっちゃいますけど、うん、あの、ストロールとかずっと抑えてたんで、うん、で、ちょっと前とのギャップを広げるような形になってたから、まあ、それもある意味アロンソンに対してはプラスになってるし、だから、ま、レース全体を通してちゃんと、 あのアロンその辺は、あの、レース、チームとして、すごくいいレースができてると思いますね。あと、その、ペレスが追いついてくるときに、その、オコンに、ライオンみたいにディフェンスしろって言ったのも、あれはその、ディフェンスしろって、まあ、あのね、自分がハンガリーの時に、ハミルトンを抑えたっていうのを、うん、まあ、踏まえて、あの時の恩返ししてねっていう意味で言ってるんですけど、うん、でも、そのコメントはもちろん、アロンソらしいし、 なんかいいなと思いますけど、うん、ファイターだなっていう感じですけど、それが、レースやっててコックピットの中にいてさらっと言えるのって、自分はワンストップで走ってて、ペレスがどの辺にいて、うん、まあさっきまで自分ペレスと争ってた、うん、ペレスもワンストップでアロンソと同じ戦略で追いかけてきてたわけですけど、うん、ペレスがそのボッタスがバーストしたことでツーストップに切り替えて、一回後ろに下がりました。で、下がったとこに、 どこに戻ってて、どのぐらいのペースで、どのぐらいのタイミングで自分に追いついてくるっていうレースの全体像が、アロンの、頭の中で描けてるからこそ、おこうに対して、さらっとあれが、ペレスを抑えてねって言えるわけですよ。その全体像が描けてるからこそ、タイヤもどういうふうにマネジメントしようとか、ペースコントロールしようとか、誰には抜かれてもいいけど、誰には絶対抜かれちゃダメとか、っていうのが自分のやるべきことがすごく分かってる。頭の中でレースが組み立てられてるってことで、そういうのができるのはやっぱり、 今トップで走ってる人たち、ハミルトンとか、フェルスタッペン、うん、もたまにこう、ね、戦略こういう風にやった方がいいんじゃないとか、ここをちゃんと見ててよとかって言うじゃないですか。アンダーカット自分たち先に仕掛けなきゃダメだよとか。うん、あれもやっぱりレースの全体像が見えてるからなんですよね。全まあ、もちろんリアルタイムで、今自分がどこ走ってて、自分の前にいるのは誰々で、うん、何秒差があって、後ろは何秒差があって、どれぐらいの人がいるっていうのを、 把握ししてて全体像を頭に描いた状態ででレースるるからそれができるもちろんガスリーとかもある程度はそれできてると思うけど、でもあれほとんどのドライバーはやっぱり今プッシュしてとか、アンダーカット阻止するためにプッシュしてとか、ーオーバーカットする、あの、するために今プッシュしてとかって言われた通りにある程度やるっていうのが、それまでは、あの、一段階プッシュしてとか、今タイヤセーブしてとかっていう走り方をしてるんですけど、まあ、アロンソーなんかはそういうところを自分で描けて、 で、その全体像を描いた上で何すべきかっていうことが分かってるから、ああいうコメントがさらっと出てくるっていうのはやっぱり、ああ、すごいなっていうところですよね。それはやっぱ経験があるからこそできることだし、うん、それもただ単にあの5年10年走ってるからじゃなくて、優勝を争うところでずっと勝負してきてるからそういうことができるわけで、そこがまだまだ例えば角田くんとかと比較するともちろんルーキーなんでね、うあのそういう全体像が描けてるかっていうと角田くんはそうじゃないから、やっぱり、 チームにプッシュしろって言われたら、うん、そんなプッシュなんか言われても無理だよとかってなっちゃうわけじゃないですか。<laughs> いやいや、ワンダーカットする、しようとしてる相手と戦ってるから、とかっていうのがやっぱり、もうちょっと全体像が描けるようになってくると、うん、角田君のレースマネジメントももっと上手くなってくると思うんで、そういう意味では今回のアロンソのそういうレースの仕方とかから学べるところってたくさんありますよね。うん、まあでもあの、実力的に今回、その、もちろんあの、展開的にね、さっき言った通り、展開に恵まれたところはあったけれど、 でも実力で後ろノリスをずっと抑えてたのは確かです。で、ノリスがまあパンクで交代したんで、だいぶ助かりました。な、うん。かペレスの前にまずドリスがいたんで、ノリスとの勝負ではあったんですけど、うん、そこはちゃんと実力でなんとかその前に留まってたし、で、フェラーリは当然実力で完全に勝ってるんで、今回。うん、あの、運ももちろん味方したけど、運だけではなく、普通に3位取れてるのも確かですね。3位というかまあ中段トップが取れてるのも確かですね。 ま,あまさか自分たちもここまで早いとは思ってなかったでしょうけどね。うん、基本、そんな、コーナー速い車ではないと思うんで。ただまあ、ハンガリーも本当はそうだったはずのところで勝ってるんで。うん,うん、うん、なんか、ちょっと不思議な感じですけどね、今年のアルーヌのは。早いだろうと思ってたモンザとか大概一応遅いっていう。<laughs> <laughs> まあまあ、リプロイとかも関係しちゃうんでしょうがないんですけど。うん